ケント。ケント、ケントは、タバコの銘柄の一つ。日本では、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン、ボティが輸入し、販売している。ケント2013年10月中旬により、テイステックやミンテックに代わって発売された、ジェットフィルターは、中空フィルターを含む酸素構造フィルターを採用することで、従来品と比べ、よりマイルドで深みのある味わいを実現している。 2012年9月より、レギュラー製品、旧テイステックのみ、広島県限定で先行して切り替わり、2013年10月中旬より、メンソール2種、旧ミンテックを追加して、全国発売となっている。1 m g 1 0 0スとシトリックを除く、メンソール製品は、2013年3月中旬より、フィルター内にメンソールカプセルを入れ、アイブーストとして独立している。 これにより、より強い爽快感を実現している。アイスイッチ1は、フィルター内のカプセルを潰すことで、レギュラー味から、メンソール味に変えることができる商品である。ロシア、韓国、ウクライナリトアニアルーマニアなどでは、ケントカンバータブルズ、チリでは、ケントアイスプラスの名称で、同様の商品を発売したが、ルーマニアなどでは、アイスウィッチに変更している。全身のスイッチ6は、 先に定着したラークハイブリッドよりも早い2008年6月1日に福岡県限定でテスト販売されたが当時の通常商品より30円高い価格が災いし2009年7月に廃止されたその反省を踏まえ i イスイッチ1は通常商品と同価格で販売されているナノテックシリーズは防具やカプリと同様に 直径 5mm 程度のスーパースリムである。遜色ない味わいで、薄型スタイル、濃縮テイストを実現している。一般的な、太さの製品はアメリカで製造しているが、ナノテックシリーズはシンガポールで製造されている。2012年4月上旬のリニューアルにより、ナノテック2.0の表記が入り、従来よりさらに深い味わいとなった。S シリーズは、ナノテックと同様に、 直径 5mm 程度のスーパースリムであり、こちらは 100S サイズである。一般的な太さの製品はアメリカで製造しているが、S シリーズは韓国で製造されている。HD シリーズが販売されている国では、HDS の名称で販売されている。テイストプラスは人工添加物を使用せず、厳選されたバージニアバを使用し、ジェットフィルターと組み合わせることで雑味のないスムースな うまさを実現している。なお、リットアニアでは、サラウンド、口術をテイストプラスにリニューアルしているが、バークレーを前身とする中身は変更されておらず、日本のテイストプラスとは全く違う商品となっている。日本では1五十九年十二月より、販売開始され、噛み臭い、機械油の匂いがするなどの批判的な意見もあったが、1八十七年三月発売の、 ケントマイルド、現在の 9mg を皮切りに、テータール製品を次々と導入し、輸入タバコの完全廃止後はボックスを含めて、マイルドセブン、当時は、ボックスは10円高く、きつみも違っていたと同じ価格に設定することで、徐々に普及して行った。日本では、2004年10月に、テイステックにリニューアルされ、海外でもほとんどの国でサンテックや HD に、 リニューアルされているが、ルーマニアでは現在でもデラックス 100S のみ、9シリーズの製を販売し、アメリカでは独自のデザインで、9シリーズのみを販売している。レギュラー製品は、2004年10月のリニューアルにより、3層構造、中心のチャコールフィルターを、アセテートフィルターで挟んであるのフィルターを使用した、テイステックシステムが用いれている。これにより、滑らかな吸い心地と、 スムースな味わいを実現している。海外ではサンテックの名称で販売されている国が多いがフィルターの構造は同じである。日本においては2013年10月中旬によりジェットフィルターが全国発売となるため旧世代にあたるテイステックは製造終了している。HD シリーズはフィルター内にスレッドを挿入することにより味わいや刺激を増幅して はっきり強い、しっかりうまいを実現している。日本では、テイステックとは別の商品として発売され、9ヶ月で販売を終了したが、ロシアなど、ヨーロッパの一部では、サンテックから HD にリニューアルされている。また、韓国でもサンテックとは別の商品として発売されたが、韓国では2012年現在でも併売されている。メンソール製品。 最終的には1 m g 1 0 0スとシトリックは、タバコ用に天然メンソールを噴射し、フィルターにメンソールスレッド、メンソールを染み込ませたいとを入れたミンテックシスムが用いられている。これにより、非常に強いメンソール感を実現している。また、シトリックでは、メンソールとシトラスのスレッドを使用している。フィルター内にメンソールカプセルを入れた、アイブーストは、当初は、 ミンテックの一環として、ケントブーストメンソール 1.100S ボックスが発売されたが、2013年3月中旬により、1mg100S とシトリックを除く、全銘柄にカプセルを入れ、アイブーストとして独立している。残る 1mg100S とシトリックも、2013年10月中旬により、ジェットフィルターに変更されている。前身は、1966年に、 アメリカでブラウンウィリアムソン社から発売されたバークレー、シガーツピーディアで2006年に商標を RJ レーノルズタバコカンパニーに売却した。当初はデザインをほとんど変えずにケントにブランドを変更したり当時の他のケントと統一されたデザイン。左側の枠は茶色でケントアクトロンやケントオリジナルブラウン等の名称で販売していたが2009年に ケントサラウンドとしてリニューアルされ、デザインも独自のものになるとともに、日本でも短期間販売された。フィルター部分、レギュラーメンソールともにプレーンフィルターに4本のスリットが入っており、これによって口の中で煙が渦巻くようになっているのが特徴だが、香りが非常に独特なことから、日本では受け入れられず、半年程度で販売を終了したバークレーの頃にも、 1990年代初頭に販売されていたことがあるが、同様の理由で短命に終わっている。南アフリカでは、ベンソンヘッジス、B&H のブランド名をケントに変更しているが、ケントがアメリカンブレンドであるのに対し、B&H はバージニアブレンドで、味や品質は全く違う。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。